はい、皆さんこんにちは。偏差値38からの倍返し税理士の大野明です。本日もよろしくお願いします。はい、今日は少しというか番外編になりますけど、はい、そのテーマというよりかは今その発信している38からの倍返し税理士という名称の変更のお願いをしたいと思います。はい、そのじゃあなぜこの名称ですね、その変更したいかと考えたのも、まあ、毎回こうやってその偏差値38からの倍返し税理士ですと、まあ今8回ぐらいですかね、動画配信をしていて、なんでこの名前なんだろうなーっていうふうに思って、もう正直腑に落ちなかったんですよね。まあ、そもそもじゃあなんでこんな名称にしたんだよっていう話にもなっちゃうかもしれないですけど、まあこれは本当にもう第1回目やろうって時にもう急遽考えた名前で、なんとなくその時ちょっと半沢直樹の倍返しって気になっていて、それでまあ偏差値38と、まあ、要するに僕としてはあれですね、偏差値38の僕でもその税理士資格を取れましたよと、他にもそのこうやって税理士としてですね、まあ新たなそのマーケティングとか業務展開、さらにまあ税理士以外のこともですね、そういうこともそのいろいろ挑戦してますよと、まあそういうのをまあ倍返しという意味で込めて、まあそのまあ後付けにもなっちゃいますけどやってたんですけど、まあどうしてもちょっと言っててちょっと腑に落ちなかったんですよね。ですので、その、まあ、そもそもが、そういうのって、まあ、その、元気ですね。元気を出すためですね。元気を出すための、その、やる気づくりだと。やる気づくりを紹介したいなと思ったんですよね。ですので、まあ、その、元気を出すためのやる気づくり。まあ、その、じゃあ元気。まあ、後でちょっと名称の方も、もう一回お話はしますけど、まあ、昔その中小企業の社長、中小企業を元気にしようというコンセプトでやっている大きい税理士法人のそういう研修とか受けていて、その時はすごい腑に落ちなかったんですよね。中小企業を元気にしようと、社長を元気にしようと、そのしかもましてや財務の視点から経営計画作りとかですね、こういうもので財務の数字を絡めて中小企業の社長を元気にしようと、どういうことなんだろうなって、もうずっと腑に落ちないままやっていたんですけど、その最近僕がそれをちょっと腑に、まあ僕自身そのすごい偏差38ってこともあって、本当にアホなのですごいやっぱ腑に落ちるまで考えていて、元気ってなんだろう、元気ってなんだろうって、それでまあ自分なりの結論が出たのは、そもそもですね、その経営計画とか、まああと資格取得もそうですね、何かやろうっていう、まあ資格取得に限らず新たなチャレンジですよね。こういうものに関して、まあ、そこの経営計画とかを作って元気にしようっていうよりかは、その、まああと新たなマーケティングとか新たなチャレンジに関して手助けして元気にしようとか、まあそれじゃなくて僕がやりたいっていうかあれですね、その元気っていう定義として捉えたとしたら、そもそもそういう新たなものをチャレンジする前の動線ですね。動線、つまりまあその結局は、まあ、元気の反対は病気ですよね。だからまあ病気、元気がない、元気がないと物事をやっぱ取り組めないじゃないですか。ですのでその元気を注入して、元気を出すためのやる気作りですね、そこを注入して、それでまあ動線を爆発させて、それで、まあ、その後は皆さんですね、まあ、僕も実際これ元気だから、元気でやる気だからこそこういうことがその情報発信しようと思ってます。もちろんね、もっともっと元気な人いると思いますけど、はい、まあ、そのちょっと騒ぐ元気とかね、そういう意味ではちょっと僕あんまし意外と貢献できないと思いますけど、まあ、その何かをチャレンジするための元気ですね、元気を作るための土台ですね。もう動線、ここの部分のやる気の出し方ですね、ここの部分に関していろいろ情報発信したいと思いました。まあその腑に落ちたというのもちょっと2点その思い起こすことがあって思いまして、
3点、まあごめんなさい、ちょっと何点とはちょっとごめんなさい、今ちょっとこれパッと話してるのであれなんですけど、そもそもじゃあ一つがその今日の出来事ですぐ発信したいと思ったから言ったんですよ。今日プロフェッショナルラボっていうそのまあそういうすごい皆さん、まあ、専門家集団ですね、別に税理士とかじゃなくてもいろんなネットに強い方とか、もうそれこそ塾の経営でもすごい4倍のうなぎ登りの方とか、まあ、いろんな人がいました。もうそういうやる気あるすごい交流会で、もうすごいいて嫌味もないんですよね。嫌味もなくすごい皆さん元気で、ね、みんなで良くなってこうっていう、すごいそういうやる気ある集団ですね。やはりこういう方々見ていても多分技術も素晴らしいと思いますけど、その技術の前にやる気ですね。やる気がやっぱ違いますね。それでああなるほどなって、元気ってこういうことだよなと。それが1個目。2個目っていうのは、まあ、その思い起こしてみればうちの親父ですね。うちの親父がそういえば昔話してた話で、そのある顧問先の話ですね。業績がこうやって落ち込んでて倒産しようかどうしようかって、もう、まあ、さっき言ったやる気がもうちょっと低迷してる状態ですね。この時にうちの親父はデール・カーネギーの道を開くっていう本と人を動かすって本が大好きで、その中に、まあ、やっぱし元気が出るセリフが書いてあったんですね。その本をその社長にプレゼントしたらしいんですよ。そしたらもうそれ見ていいこと書いてあったんでしょうね。もうやる気が出ましたよ大野先生みたいな形で、それですごい業績もなんとか立て直して今でもすごい頑張ってやっていらっしゃいます。はい、それを見て、あ、やっぱし元気のためのやる気作りが大事なんだなって。だから税理士の経営指導って、まあね、本当にだからテクニック論であれですよね。いろんな財務の数字とか経営計画って言ったらもうすごい5万といると思います。そういうことができる人って税理士に限らず。だけどそのためのやる気作りですね、ここの動線さえあれば別に何やっても本当にね元気だからね、それこそまあね、自分が倒産してないからいいんですけど、倒産してもまた元気になって頑張ろうとかね、一回退職でリストラ食らってもまた元気になって頑張ろうっていうね、こういう気が起きると思うんですよね。ですのでこの土台のベースですね、ここさえ消えなきゃ何でもできると思うんですよね。はい、まあそういうちょっと思いもあって、はい、そのこちらの方、まああとすいません、まあそういう先ほど言った仲間ですね。だからじゃあ元気がある仲間と出会うためにはどうすれば出会えるのかと。僕も実際その4月ぐらいまでは全然その人脈とか交流とかですね、もうそういうビジネスパートナーとかそういう方っていうのは本当にいませんでした。はい、ですけど今本当にたくさんの方と今現在10月ですねお知り合いになって、すごいそういう方とかと切磋琢磨して元気になってもらって、この YouTube もそうですね、そういう方と出会えたので僕も毎日毎日発信しようと。別に覚悟とかでこれはやってるわけじゃないですね、使命とかなんか続けたい、やりたいなっていう、やってみたいなっていう単純な気持ちですね。でもこれもやる気があるからやろうと思ってるんですよね。はい、ですのでその名称をちょっと改めまして、はい、元気を出すためのやる気作りを発信する税理士の大野明です。共に学び、共に考え、共に成長をしていくことをコンセプトに動画配信していきたいと思います。はい、まあ、その共にっていうそのコンセプトなんですけど、やはり僕自身も全然半人前で未熟者です。やっぱしこうやって動画アップすること自体も本当に皆さんにお勉強させていただいているのと変わらないです。なぜかというと、やっぱこうやって動画配信している、まあ、この限られた時間で、まあ、いろんな本を読んだり、ね、まあ、こうやって発信するっていうことがあるからこそ、もうその動機ですよね。やっぱしその理念とかと同じで、こういうものがなければ何か学ぼうとかっていう気力もやっぱしないですよね。でもこうやって理念ですよね。元気を発信、ね、元気のためのね、やる気づくりを発信するっていうコンセプトがあることによって、じゃあそのために、じゃあ元気をためのやる気づくりをするためにはどうすればいいのかとか、そういうことをその逆算ですね。じゃあそのためにはどうすればいいのか、そのためにはどうすればいいのかっていうふうにどん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 考えて、それを情報収集して発信していくっていう、まあそういうことがあることによって、まあ、自分自身ですね、自分自身の能力もアップすると思えるからこそやっています。はい、まあ
こういうことによって、まあ、先ほどの顧問先様の例じゃないですけど、ね、本当本でやる気出て、ね、元気になりましたと、そう言ってもらえる、ね、方が一人でも、ね、出ていただければ、僕もこの動画を配信する価値があると思ってます。はい。ですので、ね、その僕自身もやっぱりやる気だからこの動画を続けられます。ね、ですので、やっぱし多くの皆さんに見てもらって、ね、いろんな、ね、これもうちょっとこうやった方がいいんじゃないのかとか、ね、これ良かったよとか、それこそね、登録チャンネル登録していただいたりとか、ね、そうすることによって僕ももっともっとやる気も出ますし、はい。まあ、本当に平たく言えば、まあ、新しいことをチャレンジですね。チャレンジ、落ち込んでる時ですね。落ち込んでる時にどうやってやる気の動線を作ろうかと。そういうことを、もう本当に皆様と一緒にですね、一緒に成長しながら、この動画で育っていきたいと思います。はい。なかなかとなりましたが、その新しいちょっと名称変更に関して、ただそのね、なんか名称変更したんだよとかそういうことではなく、こういう思いがあって配信したいと思いましたと。もう本当に今日その会に行って腑に落ちましたと。もう本当にだからこのプロフェッショナルラボという会にはすっごい感謝してますね。やっぱしこういうことがなければ、またこの気づいてすぐ実行ですね。僕の場合そうですね、気づいて実行、もうここに関してはもう最近すごいやっぱしそういう方と出会ったのでできるようになったので、こういうこともお伝えしていきたいです。はい。ですので、まあ感謝、はい、ということを最後にちょっと今日の回を終わらせていただきます。これからはその元気のためのやる気づくりを発信ですね、まあ、その作り方ですねを少しでも、答えがあることではないと思いますけど、まあその発信していきたいと思います。あ、ごめんなさい、あと最後に、まあ、結局、まあ、例えばそのさっき言った経営計画とかもそうですね。あと、そういうのとかも、まあ、そういう方法論ですね。方法論に関しては、ここでは、すごいいっぱいお伝えすることはできないと思います。方法論に関しては、やっぱし、その、まあ、例えば、じゃあ税理士のね、資格、じゃあ僕自身税理士を偏差38から受かったから、どういうモチベーションでやったかと。だけど、その、じゃあ税理士の勉強の仕方ですよね。細かい、じゃ消費税法何条はどうのこうのとか、ね、そういう理論的なことについてはお話したらもうキリがない。やっぱし持ち合いは持ち合いですね。僕はあくまで元気を発信するためのやる気づくり、これを発信しようと思ってます。ですので、そこから先は、やる気が出たからなら、自分で、どうにかしようって。もう僕もそうです。ね、でそのためには、こういう人に会おうとか。ですので、まあ、僕の方でも、その、やる気づくりを発信するために、それこそやる気ある方とかですね、対談映像とか、ね、そういうのもやっていきたいと思います。そういうのでもしこの方と会いたいとかね思ったりした場合は、全然僕にご連絡していただいて構わないです。いくらでもメールでもメッセージでもね、そうやってみんなでまた相乗効果ですね。でどん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 やる気でなる仲間を増やしていくことがすごい目的ですので、はい、すいません、以上長々となりましたが、これからもよろしくお願いします。